骨格、胸白点は中央ヨーロッパで最も一般的な点である。胸白点は長細い胴体で足は短く長くてふさふさの尾を持つ。体長 40cm から 50cm 体重 2kg にまで成長する。毛皮は茶色で喉のところに白色のフォーク型の模様があり、同じ部分にクリーム色でより丸い形の模様を持つ。 ヨーロッパ末天から見分ける目印となっている。胸ジ色天はしばしば都会の屋根裏等にも住むが田舎でも見つかる。生息域はヨーロッパ全体から西アジア、中央アジアに及ぶ。昼間に寝て、黄昏時に獲物を取る夜行性である。雑食性であり、小さな哺乳類、ミミズ、小型から中型の鳥、卵、果物等を食べる。一方、 犬は死等の猛禽類や狼、大山猫等の大型哺乳類に捕食される。繁殖期は6月から8月までで、遅延着床によって妊娠期間は長くなり、3月から4月に子供が生まれる。通常は2匹から4匹の子供が生まれる。捨てられたペットの胸ジロ店により、アメリカ合衆国のウィスコンシン州には繁殖コロニーが作られた。ティコノーブ A カブリーニ P, マラン T, クランツ A, ハーロ J, G, アナトース G, シュトゥーバ M, リボーイ R, フェルナンデス M, ヨンゾンチャウドリーエイブラマブ A& ワゼンクラフト C, マーテス・ホイナ IUCN レッドリスト・オブ・セレクト・ンド・スピーシーズバージョン2008インターナショナル・ユニオン・フォー・コンサーベーション・オブ・ネーチャー2009年3月21日 閲覧。データベースエントリー・インクルーズ、エイブリーフジャスティファケーション、オブホワイデ a ス i t h i ー s p e c i ー s is of l e ハット、ホフマン、H、ワイルド・アニマルズ・オブ・ブリテン,アンドヨーロッパページ132、ハーパー・コールンス・パブリッシャーズ、1995、五。B.H. マートン。2007年7月25日閲覧。ありがとうございます。